はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤ代表の斉藤智晴です。ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの原根です。始まりました第14回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。はい、はい、まずね、原根くんといえば改めて日本選手権優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ついにやった、原根健太がやった。いや、めでたくて、なんか帰りね、はい、ポンポコ宮本の車で一緒に行ってて、はいはいはい、帰りながらもう車の中でずっとこう決勝戦のヤスオとやってる動画にかじりついてたんだけど、うん、ね、なんかちょっと喜んで車事故りそうだった。ポンポコに悪いことした。まあ、あとその、ヤスさんとしてはそのなんか3年ぶりのあれとか、その最初のトップ8に入った GP 競技があったんですけど、ね、あれをちょっと思い出してて、うんうんうん、なんか懐かしいなみたいな感じでやってて、あ、まあ、そっかそっか、比較的なんかリラックスしつつ、まあ、なんか半分同窓会的な、そこまでじゃないけど、酒は飲んでないけど、そうですね、まあなんかこう3年間、まあ、いろんなことあって、まあ、ゴールドになって、で またここになんか戻ってきたみたいな感じがして、まあ、それでちょっと楽しかったですね。まあ、なんかあんまり声とか入ってなかったかもしれないですけど、結構始まる前もまあ喋ったりしてやってて、まあなんか試合進むにつれてやっぱこうクライマックスが近づいて、まあね、まあね、ガチっぽくなってくるんですけど、まあ初スタートはそんな感じ。はい、ってことで、今日のハレルヤコンバットなんですけど、はい、種目は、なんと新環境スタンダードやっていきたいと思います。はい、はい、まあ僕は海賊を使おうかなっていう、今回海賊をたくさん使う縛りでデッキ組んできました。はいはい、まあ、海賊デッキなのか怪しい、多分海賊デッキ、ギリギリ海賊デッキみたいな、まあ、分類はできる。はい、アラネ君は何持ってきました？僕は恐竜ですね。おお、恐竜、まあ男の子なんで恐竜いいよね。つまり原根恐竜健太ってことだね。でもまあ、今日は何がつまりなのかじゃあ俺も頑張るか、斉藤海賊トモハル目指して頑張ろう。どっちがその種族の称号を得るかっていう、今日はそうですね、僕はもうダイナソーは原根にもなる気満々。ダイナソーは原根、なんかどっかで聞いたようなサウンドの組み合わせだけど強そうですね、うん、強そう、強そう、はい、でまだ新しいカード発売されてないし、まあ、ちょっと店にプレリのパックすら届いてないぐらいのタイミングでこれ収録してるので、そうですね、はい、ちょっとコピーをね、新しいカードはカラーコピーで出てるカードリストをコピーしたものでやらせていただきます。はい、こんな感じの、はい、はい、こういうのカラーコピー、はい、あ、1枚デッキのカード分かっちゃった。まあ大体入ってそうですね。絶対ね、もうメインもう主力の恐竜だもんね。そうです、ちょっと楽しみだから、全体除去とか打ってくるんだろうな。じゃあまあそんな感じで始めていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、レース決めますか。はい、大きい方で、はい、4 4? 4じゃあな、これ1個で勝っちゃうな。いや、勝つパターン、海賊だから紫にしよう。赤い海賊もいる。はい、勝ったお願いします。はい、お願いします。はい、先手でいきます。はい、でまずはチェックをキープ。ちょっと心配ですが、キープします。ご提案を踏まえて、お願いします。お願いします。ターン1。はい。戦慄の放浪者。終わり。これ何海賊ですか？これは、ゾンビジャッカルなんですけど、ゾンビになる前、生前海賊だったと思われる。なんで終わり？まあでも僕の海賊デッキです、これは海賊デッキ。わかりました。はい。迎え撃ちます。じゃあ、そして、終了です。はい。グレッチ。起こしてドローして、はい、アタックと、はい、2点抜けて18です。はい、で土地を置いて終わりです。はい、3タップドロー、山置いて終了です。はい、 OK。 はい、どうぞ。アタックします。はい、受けました。16です。いいぞ、順調に削ってるぞ。1マナクリーチャーの進化をいかんなく発揮します。終わりです。お、はい、じゃあドローします。トロイ、じゃあ山セッ
人から、はい、じゃあ早速進化厳正する毛利を。うわー強そうだねこれ、激高。そうですね、3マナ2、3で激高というそのイクサランのキーワード能力を持っていて、あのこのクリーチャーがダメージを与えられるとデッキから基本土地を1枚タップインでバミ出すことができるっていう能力です。なんか刺激すると、はい、要は嫌な感じなんだね。そうです、まあ、ただあのダメージなので、あの火力呪文だったら誘発するんですけど、普通の軸呪文だとそうだよね、何もしないで、赤黒だから結構火力呪文そうか、まあ、無許可の分解とかと何もせずに死んでる。無許可の分解欲しいな許可だったらな、まあ、最近流行りのものってチャンドラとか栄光をもたらすものとか、うん、まあ、ああいうのに対しては結構耐性があります、ね、なるほどね。ちょっとマナブーストさせたくないなんて恐竜ね。そうですね、マナブーストしだしたらもうでかいよ、ね、どこどこ行きますよ。ドローします。はい、お、いいね、うん、これ判断がつきやすくなる。再録された脅迫。脅迫、はい、うわ、仕方ない、あなたを対象とします。はい、じゃあ僕の6枚の手札、クリーチャーじゃないクリーチャーでも土地でもないカードを捨てます。まあ手札のカードも全部戦なんです。何これ、なんでこれ2ターン目何も唱えてないんだ。恐怖。じゃあこれ稲妻の一撃しか落とせないんで、はい、稲妻の一撃ですね、はい、これは、まあ、7マナ、8マナの化け物恐竜、なんかいろいろついてる。そうですね、能力いっぱい4つ持ってます。うん、トランプル警戒速攻と、あとは恐竜めくったドトリマクリみたいな。そうですね、与えたダメージの分だけで、デッキからカードめくって、あ、与えたダメージの分だけか。そうです、まあ、なんで、まあ、大体7点通るとそのまま7枚めくって、うん、速攻だもんね。そうです、警戒ってトランプルを持ってるんで、まあ、大体6。はいはいはい、恐竜呪文を唱えるためのコスト1少なくなる。そうですね、まあ、ちょっと変わったマナクリーチャーみたいな感じですね、うんうん、一旦に何枚も唱えるときはマナクリーチャーよりお得な感じですね。で、あとはタップすると、タップすると速攻。そうです、そうです、めちゃくちゃ強いね。ちょっと結構便利かな。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ今そこでライトニングストライクではい、ご視聴しました。じゃあ終わりっす。はい、アンタップします。この兄さんが、兄さんを刺激すると恐竜が暴れだしちゃう、まあ、じゃあさっきバレてるこの、はい、オテベクの了承を出して終了です、はい、じゃあこいつを59にして、はい、赤マナを出してライトニングストライクで稲妻の一撃で3点、はい、出ましたね。早速その火力は使われそうです。まあ、めちゃくちゃ超スタンダード級の火力ですよね。はい、じゃあ暗黒門になるのも分かる。なるほど、あれを構えたんでこいつが機能しました。はい、じゃあもう俺もう早速5ターン目にリーサルウェポンに近いカードを。5マナ、5マナ協調艦隊の後輩じゃ。あ、出た、これ強いですよね。これよく分かんないけど強いと思うんだよね。いやでも、まあ、ツイッターでなんか一覧表を上げちゃった20点からは何点になるみたいな各プレイヤーが、ライフの3分の1括弧切り上げを失う。はい、で僕19点なんで7点失います。 19÷3 は 6.3333 なんで、まあ、切り上げて7点ルーズで僕12点で、僕が16だから16だから10点になります。5点、そうですね、 5.7333、はい、みたいな感じ で 10ですね。はい、はい、で威迫と接種がついてます。終わりです。この3分の1削った上で威迫持ってるのすごいですね。やばい、一人で勝てる。ビートダウン相手にものすごい弱そうだけど、土地が、まあ、とりあえずこれを打つか。恐竜との融和をプレイします。はい、山札からカードを5枚入れて融和シリーズ、はい、土地か恐竜カードを手段に加える。はい、で、まあ、今ちょっと土地がないので土地を加えます。昔と似たようなカードがありました、うんうんうん、確かそのエンチャンクリーチャーか土地とかね、なんかいろいろ。そうです、ね、エンちゃんとか土地とかその恐竜版みたいな感じです、ね、OK です。さあ、こういきまして、あ、間に合うかな、厳しい。じゃあ2体目のオテベクの恐竜、これ威迫ついてるのあれだね、あの2体出る恐竜が出ちゃえばもう、そうですね、うまいこと。ただ摂取も摂取だからもう両方やられちゃう。威迫摂取ってすごいいい組み合わせだよね。ずるいです、本当に、うん、パワーがね、1じゃないからね、こいつも。威迫のクリーチャーってタフネスの大きいクリーチャー2体でよくブロックされるんですけどね、それを両方倒せる摂取もついてる、えらい。じゃあここは素直に1点、はい、ダグラスで受けて、コッパ、ミジン。うわ、これはコッパ赤黒のね、なるほど、いいアグロデッキです、うん、赤黒だから素直に使えるよな、これは。
じゃあアタックで、はい、276、終わりです。はい、アンタやろ。お、引けたが、まあ、とりあえず出すしかないか。じゃあレギサウルスの投球をプレイします。推定トップレア的な。はい、バニジャザギに33のトランプルを持った恐竜トークンを出すことができます。はい、またライフが少ないのでターン終了です。1体でも殴ると2体で殴ってきて、そうですね、墓地これでひどい目に遭うね。微塵でも負けちゃうね。殴れないです。計算早いね。残念が、まあ、あのコーパミジンが強すぎて計算が簡単になってる。苦労します。はい、え、これ、え、どうしよう、すげえ難しい。逆にピンチまである。これやらかすと、はい、カードも素直にいろいろとリスキーだけど素直に5マナ、はい、ドン。じゃあ僕が4点、なんかやだな、4点俺減って原根くんが2点減りますね。6点減る、4ですね。いや4だ、4、はい、2点減って4。こうやってこうやってこうやるとライフも残るし、はい、まあ残りライフ4なのでブロックせざるを得ない。じゃあこの33と23でダブルブロックして、はい、でまず誘発、あ、違う、先頭解決した後誘発して、はい、デッキから、じゃあ平地をタップ状態で持ってきます。はい、なんかあったかな。あ、もう途中はいちゃうか、はい、ちょっと1枚だけ逆転できそうです。はい、寝ませんと1枚だけある。1枚だけある。やばい、腹ねドラマティックケンター来るかこれ。本当に1枚しかないな。お、え、マジ大逆転これは。え、なんだ、とりあえずショック、ショック頭目出して、はいはいはい、で、凶暴なく見つけをプレイして、え、負けじゃん。はい、恐竜を対…3マナで自分がコントロールするクリーチャーと対戦相手がコントロールするクリーチャーをプラス1カウントを乗せた上で行うんですが、恐竜を対象にすると1マナで唱えられるので、はいはい、へー負けた、ここでやば、殴んじゃなかった、強っ、そこなんで1マナなんだ。負けた、負けました。すごい、これしかなかった。それ何枚、1枚、あ、これは4枚入った。あ、ただ 1種類しかまくれるカードない。あ、1種類ね、はい、いやー、だからそんなカードあったね、あったね。このカードすごいですよ。新環境はやっぱこれだから面白いな。じゃあ、お願いします。はい、先手で。はい、了解です。はい、この手札でキープしようと思います。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。終わり。では多分また隠れた茂み終わりです、はい、この隠れた茂みのサイクリングランドと新しく出たレアの土地が相性がいいですね。あ、そうなの？はい。なんで？あの、基本の山と森の属性を持ってるので、あの、新しく出たレアの土地はあの、山か森があるとアンタップにできたりするから。あ、そっかそっかそっか。この2つで、あの、はい、M10 ランドとか。あ、そうですそうです、はいはいはい、M10 ランド。あ、そうなんだ、知らなかった。勉強になった、勉強になったです。はい、これ、はい、深海艦隊の船長、これは海賊ではまごうことなき。もう見た目も効果も何もかも。あ、これはこっちじゃなくていいんです。2マナ21の2マナ21威迫、はい、レアカード。その船長が攻撃するたびに、はい、他の海賊コントロールしてたら2マナ払って22威迫海賊クリーチャートークン増やせるっていう。2マナ21威迫でね、そうですね、もうその時点で地球大転、さらにこうクリーチャー生みまくる能力もついてるから、かなりいいカードに見える、うんうんうん、海賊、他の海賊と一緒に使えば。そうですね、まあ、特にあとアグロデッキはね、うん、ゾンビジャッカルがいてもダメだけどね。でも実は大丈夫かもしれない。はい、終わりです。はい、了解です。じゃあアンタップしてドロー、はい、じゃあ先を抜いて、じゃあ私 M10 ランド、お、これでアンタップインができるという相性の良さですね。で、2マナ払って、オペベクの表彰をプレイして短縮です。はい、トローします。はい。
早速威迫が。さあ、威迫アタック。はい、18点です。ここはもうね、とりあえず。はい。サンマだから。はい、お願いします。お、また。遺跡の略奪者。新たな海賊です。闇の腹心的なね。はいはい、はい。サンマの三人の海賊で、うん、強襲で終了ステップの開始時に、このターンに攻撃してた場合、自分が攻撃してた場合、一番上公開して、はい、手札に加えると、マナコスト分ライフ失うと。なるほどなるほど。闇の腹心と同じ能力なんだけど、ターンエンドに誘発するから、うん、1回目引きやすいっていう、はいはいはい、はい、うん、感じの海賊でございますって。了解です。じゃあ、このターン強襲しているので。強襲しているので、はい、めくります。2点。お、また新しい海賊が。もう急に海賊感出てきましたね。ね。さっき、呪文と1マナと5マナのクリーチャーしかない。はい、そいつは、これは、はい、2マナ1に飛行。2マナ1に飛行。で、海賊。はい、で戦場に出た時に対戦相手1人の手札から、うん、こいつが場にいる限りクリーチャーじゃない土地じゃないカードを1枚追放し続けるっていう、脅迫と同じ効果を持っている。そうですね、で脅迫と同じカード対象でこれが場にいるうちは追放し続ける。なるほど、はい、了解しました。じゃあこの効果はハンデス、はい、ハンデス海賊をこれで加えたと。はい、加えました。はい、了解しました。とりあえず、はい、じゃあお、乗ろ。カラフルだな。まあ、悩みになるよね、恐竜はやっぱね。そうですね、うん、まあ白は大地の色だよね、やっぱね。まあですね、この M10 ランドが有効色にあるので、うん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 、有効色の3色をちょっと構築しやすくなってる感じですかね。じゃあ今度はそうか、じゃグリクシス海賊でもよかったんじゃないかなっていうね、普通ね。そうですね、まあ、ただマナあるじゃねえかよみたいな。ある程度基本地形を入れないと、はい、アンタップインしづらくなるので、まあ、結局まあ難しいことは難しいか、こればっか引いちゃうとね。そうですね、なんか絶妙なバランスが求められてるね、うん、そうね。はい、じゃあまずこの、ね、縛りの岩山、赤緑の M10 なんですね。 OK、はい、です。アンタップインでセットして、イラスト綺麗だね。そうですね、結構土地は最近綺麗な方がいいかなと。で、オテベクの了承の2体目をプレイして、はい、これ恐竜じゃないんじゃないのこれ。あ、そうですね、こいつは恐竜。まあ、ただ恐竜に勝ちたい。ちゃびっくりしたよ。ただのコミュニケーション。で、まあ2体目をプレイして、はい、で、ここで、先ほどの群生する恐竜、あ、もう1マナで2、3でプラス能力出しちゃった。2体いるので、これで1マナ。恐ろしい。はい、じゃあこれでターンを終了します。ダイナソー腹根が恐ろしすぎる。いや、まだ下準備中なんで、これっていうかこれやばい、やばい巡り合わせだね。3-2と 2-3 で死んだら得っていう。まあ、でも黙っとけばね、カード増えるしね。うん、そうですね、はい、他のがアタックしても大丈夫ですもんね。もうなんか嫌な予感しかしないな。次のターン6マナの恐竜まで出せちゃう、ランド置いたら。そうですね、ドロー。これさ、恐竜抜きたいんだけど、これクリーチャーでも土地でもないカード抜くって書いてあるね。そうです。恐竜デッキ、さすがにクリーチャーいっぱい入ってます。恐竜抜きたいな。まあでもいいよね、これね、適当に出して、そのやられるまでカード得して、強襲とかね、そういう海賊系のシナジーもあるし。そういうなんか場にいる限りカードを取り除くみたいなカードちょこちょこあると思うんですけど、うんうん、なんかそいつ、あれですね、除去を取ってしまえば除去られなくなるから、ね、相性いいですよね。とりあえずもうこれ殴ろうかな。うん、はい、トークン出さない。あ、アタックした瞬間にもう決めるんですね。そうっす、アタックした瞬間にスタック乗って解決陣決めて、僕はトークン出しませんでした、はい、2マナ2マナで22泊タダで出せるのに出さないとか、なんか馬鹿らしい気もするけど、出し毒みたいな気がするけど、でもね、いや、まあ仕方ないか、この展開を考えるとどうなのかな、ね、ダブルブロックしちゃうとダメージのワイプリの関係で土地は出せないんですが、まあただあいつに延々と殴られるのは尺なのでいっとこうかな。いくか、土地としてはね、これと相打ってもいいよみたいな。そうですね、まあとカードドローできるし、ね、はい、じゃあこれでダメージ、そう、これで強襲がね、そうですね、反応するんで、一万したらばもう、はい、元海賊、そう、元海賊のゾンビジャッカルからの、元海賊であろうゾンビクロコダイルデーモンを出してエンドに強襲、エンドに強襲、はい、2点、はい、中6、なんか勢いでごまかされてる、正座に変えて終わりです。はい、はい、アンタップします、ドロー。はい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 、
じゃあとりあえず土地を置きつつ、じゃあ普段1マナ軽くなった、はい、うん、レギサウスの、そいつ強すぎるよ誰やばいよハロネくん、はい、あ、これじゃあマイナスに受けときます。そう、これ唱えて、はい、で、その後場に出てきて33の恐竜が出た。一応こいつで速攻を与えて殴ることもできるんですが、そう、確かにね、途端でちょっと守りが、そうです、薄くなっちゃうのでこのターンはちょっと終了しておきます。終わります。堅実だね。手痛いダメージがあの元海賊たち結構強いんで元海賊たちゾンビがもともとね、何だったかっていうのはなかなか明かされない。え、書いてますよ、ね、書いてる。こいつはクロコダインですけどね、種族に書いてある。いやでもほら、普通にワニの海賊とかいるじゃん、なんか動物系の海賊とか、そう、もう有名アニメだもん。いるじゃん、トナカイみたいな海賊とかさ。確かにいましたよ、すごい見落としてました、うん、これね来ますか。とりあえず強襲もあるし、殴りますか。これは殴りましょう。強襲でカード変わるし、はい、ただみたいなもん。ほっとくと死んじゃう。難しいですね。あんまり生かしておきたくないしな。ガバッといっとくか。ガバッと、ガバッと。ちょっとダブルブロックだと片方やられた時がきついんで、まあ、4-4 だけでいってもいいけど、まあね、まあ行くならバッといった方が良さそうですね。こういくかこういくか、2択だね。こいつはもう大事大事。かわいこかわいこ。これでいきます。はい、じゃあ。こういう順番で。はい。あ、まずブロックされて3点入ります。どっちが先なんだろうね。あ、順番決めますね。順番決めたら。あ、じゃあまあ、可逆で、じゃあ3で。はい。で、これと相打ちで OK です。了解です。はい。ポチへ。で、まあ、強襲は誘発するから、まあなんか痛み分けみたいな、そうですね。ように。まあ、3-3残ってたんで、まあ、ギリギリぐらいです。見えるね。じゃあこれ出し、はい、先ほどなくていいか。これまず、まず手札破壊からだね。はい、はい、手札は全てクリーチャーですね。全てクリーチャー、全てクリーチャー。なんか、すごいな。ギシャス殺戮の暴君、これ大好き。すごい好き。これ結構最注目カードみたいな感じになってます。ね、めっちゃ強いよ。2マナーで恐竜コントロールしてるとプラスに受ける。はい、基本的にはマナクリーチャーですね。2マナ11でタップすると何の色でも出せる。めちゃくちゃ強いじゃん。なんでこんな2種類も揃ってるの。恐竜使わせに来てるね、これ。いや、すごいプッシュの使い方してますよ。みんな大好き恐竜みたいな。結構その開発陣も大好きみたいな。序盤のなんかそのアーキタイプ専用カードの中でも強力な部類だと思いますね。ねえ、はい、片や速攻、もういいじゃん、みんな恐竜でいいじゃん、新環境も。はい、はい、じゃあちょっと、わかりました、はい、何も抜けなかった。はい、で、どどん、はい、また船長ですね、はい、で、ターン終了に強襲で、お、今度0点、今度0点、終わりです。そっち食らうとき強いです、ね、いいな、ダメージ入るか。はい、ドロ、お、来たぞ。じゃあ、森を引いたのを置いて、1マナ軽くなった殺戮の暴君を強すぎる。76、速攻ついちゃう。これ速攻与えられますね。守るとき、半端ないな。ただこのまま待ってても飛行と強襲でじわじわ行かれてしまうので、半端ない。ここはちょっとかましておくか。俺のクリーチャー4体分ぐらいサイズあるんだけど。76ですからね。8全部足したら86でしょ。ほぼ4体。強すぎ。いや、ここは行っとくか。速攻、はい、アタック。トランプルを持っています。76です。損する方が死ぬよりマシなんだよね。確かに。っていうこともよくあるから、ね、ここで7点入れたって残り9になった上で、このライフ失う可能性があるやつが場にいるんで、まあ、これで相打ったとして、はい、こういう場になるよね。そうですね。で、手札は2枚、2枚です、ね、まあ、4枚だから手札的にはまあまあ、はい、ドンブロック、はい、じゃあ、2点、1点、2点で、はい、2点がトランプル2点で、お化け14、じゃあ、そうですね、はい、1対3交換。強すぎ。まあこいつもカード引きまくったから、まあそうですね、もう3枚は引かれてましたけど、ライフも怖いし、いいかな。じゃあ終了です。ドロー、はい、ドン、お互い5点ずつ減る。じゃあ10と9ですね。はい、はい、終わりです。4-4っていうのがちょっと大きくてね、恐竜でもちょっと難航しますね。
どうなるか。結構いいかな、これは。結構いい。はい。まあ、とりあえずやったな。まあ、ただ、格闘、まあ、同じやつなんですけど。あ、つまり、次のターン、出ちゃう、ギシャス。出ますよ。ただ、4-4がいると殴れないので終了します。やだな、ギシャスとか出さないでほしいんだよ。さて、どうしよう。よいしょ。この2マナ軍団がひたすら、こいつも今3-3ですからね。強すぎない？そう、何気に今こいつさ、触ると損するし、触んなくても他のやつがリターン得るっていう。そうっす。結構、いや、これやります。素晴らしいね。はい。これで、まあ、14…いや、あかん、あかん。バニ12点並んでますからね。あかんね、これ。バニ12点。バニ12点ありますね。下手に殴ると、返しの攻撃で。さすがに。絶対出ちゃうもん、次ね。まあ、一応除去されたりすると、ね、土地を引かないと出ないですね。除去され…されないです。まだチャンスある。アタック。アタックか。ちょっと下手には通せないな。これ2体ブロックすると恐竜じゃなくなって、もう難しいな。いやでも行くか。ブロックします。はい。やります。もうマナ増えてもこの場だったら。たのでこれはこれでやっぱ強いよな。威迫摂氏いかついよね。そうですね、その2つの組み合わせはかなり強力ですね、うん、ファーストストライクつけたらもう敵なしだな。じゃあ効果で平地をこれにさ、なんか黒の1マナープラス20のなんか、あー死んだら帰ってくるってやつでアタックして打ったら面白いかなと思ったんだけど、うん、まあ他のもクリーチャーだらけだし強襲と相性いいし、ちょっと今回なんかひよって入れてないんだけど、入れた方が面白かったかもね。確かに。フィーって。今の場面で打っちゃうだって。どんどんね、4点減って、でも自分も減るから何発も使えない。怖すぎる。はい、じゃあ行きます、これ。はい。はい、元海賊。略奪者。エンドステップ。了解です。強襲トリガー。1点。1点。8。8。10対8。終わりです。結構熾烈になってきたって。このマナクリーチャー分が。お、あー一番嫌なのにいた。おきついけど行くしかないか。ここはアグネスの向かい467す。じゃあ、はい、1マナ軽くなりながら、はい、7マナを出して太陽の化身ギシャスをプレイします。はい、でまず唱えたのでアムートにカウンターが1個乗ります。了解。じゃあ行くか。全速攻ついてて警戒ついてるからもう大体ブロックするしかないっていう。じゃあ戦闘に入ります、はい、ギシャスアタック。言ったんだよこれで。じゃあ1点だけトランプルで入って、はい、残り7。なんて強いんだ。7めくります。あーダメだ。おーしよしよしよし。無作為に1枚したんですけど1枚だけなんでこのまま回ります。生きてる生きてる。この程度知らないカードだよね。あ、そうです、これ今のカードです、うん、終わりです。よしドロー。これ2枚だったら出たかもしれないですね。いやこれね、もうね距離ないのか。距離ないですね。なるほど、じゃあもうこれ出して、うお、はい、俺は3点、原田くん4点減る。はい、じゃあ6対4ですね。もしかしたら3ゲーム目いける気がしてきたのこれね。普通ね、そっち的にはプレッシャーあるよね。そうですね、結構きつい。え、で、これ海賊いるから、はいはい、攻撃して攻撃して2払って海賊、威迫付き出します。意外とそうですね、結構きつい。恐竜がいなくなっちゃったんで散々じゃなくなったのが、ね、だいぶやばい。どうしようかな、4で1引いてきてそっで4あるから、これとなんか出たやつブロックできれば速攻トランプかなんかを引ければ結構ゲームだね。難しい。こいつも威迫持ってるんですよね。威迫持ってんだよね。厄介だ。なかなか22威迫トークンってあんまり見なかったけど。そうですね、今初めてかな。強いね、トークンとしてはかなり。いや止めるか、止めましょう。はい、じゃあ速攻つける。そうですね、ここで、はい、33はいいや。はい、終わりです。はい、アンタップだろう。とりあえずはサイクリングしようかな、はい、サイクリング。なるほど、よし出すか。4
切り裂き顎の猛牛、はい、4マナ4号で激光ダメージ与えられたらワンドローできます。すごいね。で恐竜が出たので33になりました。接触するとなんかお互い、そうですね、痛み分けみたいな。まあただ威迫なんで1匹持って帰るじゃないですか。終わりです。はい、取ろう。はい。バカにしとるんか、バカにしとるんか。なんだろう。いや、バカにしてないかな。どうなんだろう。ギリギリだな、これ。あ、え、バカにしとるのは俺か。ごめん、バカにしとるのは俺だった。え、もう積んでますもしかして。出して殴れば勝てるやつ。出してお互い、俺が2になって、原根くんが4になって、202体で殴れば普通に勝ちかね。勝ちだったな。え、積んで、あー、すいません、202体だから、いや、1体しかブロック、ん、これでブロックできるんじゃないですか。で、これ通せば、あ、積んでないや、超勘違い野郎だった。稲妻で地域があったらあれですけど、いや、ブラフおじさん。ブラフおじさんっていうか、勘違いおじさんだった。殴らないよ、きます。殴んない、いや、殴っていいんじゃないの。あ、これが、そうか、接種で2体持っていけるから殴った方がいいのか。どうせこれ絶対ブロックしなきゃいけなくて、そうですね、これはマストブロックですね。で、このブロック、このブロックパターンしかないか。これをブロックして、うん、これを除去されると僕は勝つかもしれない。そうだね、44だから。どうしようかな、じゃあ44除去られる。これでいくか、まあこれでいってワンドローするか。うーん、難しいな。殴る分には殴りそうな気がするな。うんうんうん、どうだろうな。これブロックしないと死ぬの間違いなくて、そうです、その後ブロックはもう確定で、うん、僕がこうブロックするかこうブロックするかのもう2択でしょ。これは殴ってからこれ出しても相手は殺さないから、これ通しちゃう選択肢が、うん、こういうブロックになって、あります。そうするとこいつが一方的にやられて、そうそう、うん、あ、これで合ってるね、プレイはね。こっちは合ってる、うん、多分。まあ、あと僕はどうするか、とは、そうだね、他のまた1本目で言った格闘除去を引けるのであれば、こう、ね、こうブロックするのは間違いない。え、格闘したらでも接種で。ああ、そうか、確かに。格闘だとダメだ。すげえ、すごい。結構、これ強いんじゃない、もしかして。値段上がる系カードかも、今、まだ5、600円だったけど。これでいくと2点になって。使ってみないと分かんないっていう、本当に。東北引ければまたいけますね。これで2ドローのうちで、ね。じゃあ、それがいいか。え、2ドロー、あの、これと通常ドローで、あー、そういうことか、両方やられるんですし、で、で、こいつがそうすると33になるから、はいはいはい、これしかなかろうかっていうのは確か戦慄のあいつのはずなんで、こうか、そうっす。じゃあ、これこうします。両方に、はい、はい、じゃあ残り2になりながら、はい、お互いに、はい、なんか、ま、こいつエキサイティング化するね、ゲームが。そう、お互いのライフ急にクライマックスみたいな。じゃあまずこれの効果でワンドローします。はい、OK です。はい。はい。じゃあこの状況で、まあ、ターン帰ってくれば、そうですね、勝ちだけど、帰ってくるかどうかだね、お願い。ゲーム3。うわー、まあ、とりあえずこれを打つ。プレイ。5枚めくります。はい。ここで、ここでくれれば。ヘイスト。ヘイスト先生。よし。え、ありました。これはなんかずるいな。5枚をめくったら結構ね、あるね。プレイして、ここで、はい、アタック。はい、ありがとうございました。はい、そうか。強いね。いや、これいいですよ。その、探してくれ、探したいものを探して、序盤は土地を探して、ね、後半は大きい恐竜を。マナックリは持ってこれないけど、はい、その、土地か恐竜を選べるっていうのはでかいよね。3マナの恐竜も入ってるしね。え、なんかすげえもう出来上がってるんだけど、今気づいたんだけど、これなんか限定構築じゃん。イクサランのカードしか入ってないんだけど。僕このその前のカードこれしか入ってないですね。これイクサランのカードしか入ってないデッキに負けたよ。ゾンビまで持ち出してきた。これ強っ。山森平地これだけで、なので、12、13、17、イクサランのカード43枚入ってる。これ下手したらプロツアー恐竜の可能性あるんじゃない。結構止めづらいよ。こいつら、いや、もう結構細かいアクションが強いんですよ。シンプルにマナカラのグッドクリーチャー連打っていう、はい、カードアドバンテージもあるでしょ。フィニッシャーもあるでしょ、はい、カードアドバンテージ、フィニッシャー、スピード、うん、カードアドバンテージ、お化け、フィニッシャー、あとちょっとテンポ、ジョルトテンポ、妨害デッキを円滑に回してくれる。これひどいね、これね。そうですね、これ、これ恐竜使いがいがあるね、これ。うん。だって1マナでサイズ上げながら格闘って今まで全然なかったと思うんで。
プロツアー行くさらはもう恐竜でいっかも。恐竜に決まりです。いや楽しかったね、恐竜 VS 海賊。そうですね、まあ、ね、新セットも早速堪能したからね。うん、いや恐竜すごいな、恐竜すごかった。いやダイナミック、でもあのゴマの余裕の海賊もなかなかでしたけどね。あ、まあね、面白いね、あれね。急にゲームが始まって、ね、ゲームをさ、加速させていく存在だよね、はい、いやもう見せつけられちゃった、限定構築で、ね、ほぼ限定構築で、もうぜひ皆さんもね、はい、あの恐竜ね使ってみてください。海賊はね、ちょっと僕のリストがちょっとまあよく分かんなかったところもあって、まだ進化は発揮されてないんで、全然皆さんがその海賊をね輝かせて、なんか協力するエンジンを見つけられたので、はい、あれがもっと海賊もねチャレンジしてみてほしいですね。はい、はい、スタンダードで入るのもいいね、リミテッドでプレリで入るのもいいけど、でプレリといえばね、もうちょうど今週末、この動画上がる日で言えば明日プレリリースがハレルヤ全店で行われます。はい、はい、ぜひ参加していくさらん楽しんでみてください。はい、あとね、その次の週はついにいくさらん発売、発売ということは、でもあれですね、 GP 静岡もグランプリ静岡、はいはい、頑張ってあの両方ともしっかり準備できるように体制整えてますんで、はい、はい、新セットいくさらん発売も、グランプリ静岡も、はい、ぜひハレルヤと一緒に、そうですね、合わせてぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてハレルヤチャンネルから、一点告知です。現在 YouTube スペースという YouTube 公認のスタジオで、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影しようという企画を進行中です。で、ただこちらの YouTube スペースのスタジオの方、チャンネルの登録者数が1万人を超えていないと利用できないということでして、で現在あのこちらのハレルヤチャンネルの方、登録人数3900人を、上回ったあたりです。お、増えてる、はい、毎週皆さんありがとうございます、はい、どんどん増えていってるわけなんですが、はい、まあ、1万人までもうちょっと皆さんの協力が必要ということで、まあ、ぜひよろしければハレルヤチャンネルの登録の方よろしくお願いいたします、はいはい、あとはもう一つ、はい、ちょっとこれ、はい、残念なお知らせになっちゃうんですけど、はい、来週のハレルヤコンバットなんですが、はい、お休みさせていただきます。ちょっと発売とグランプリ静岡でハレルヤ株式会社ハレルヤぐちゃぐちゃでございます。大変申し訳ない。幸いにもイクサラン発売、はい、GP 静岡とこう楽しい、ね、はい、週末なので、そっちに皆さんね専念していただいて、またその次の週から毎週やらせていただきますんで、どうぞよろしくお願いします。来週1週間だけは、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと残念な告知でしたけど、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、イクサラン楽しんでください。また。はい、ではまた次回に。